俺はハルト、妻と娘を溺愛する32歳だ。あやね、リン、ただいま。遅いよパパ、リンお腹減った。ごめんごめん。おかえりなさい。今日はハルトの大好きなクリームシチューよ。やったー、めちゃくちゃ嬉しい。愛してるぞやね。ダメ、ママはリンの、リンの方がママを愛してる。もう二人とも。あ、今日は報告があるの。え、報告？実は赤ちゃんができたの。本当に？そう、リンはお姉ちゃんになるんだよ。おお、やったな。ついについに二人目の子が。いやー、ますます楽しくなりそうだ。そして時が流れ、妻は臨月に、妻は実家に里帰りすることになった。娘も妻についていくことに。あー、寂しくなるな。私も寂しいよ。仕事が休みの時は遊びに来てね。ほらパパ、これ。え、リンの大事なリサちゃん人形。リサちゃん人形と一緒に寝れば寂しくないよ。ありがとう。翌日、二人を車で送り、俺の寂しい一人暮らしが始まった。仕事が終わって家に帰っても誰もいないなんて悲しい。早く土日になんねえかな。そしてやっと土日になり、俺は義理実家に向かった。お邪魔します。おお、ハルト君、久しぶりだな。あ、ご無沙汰してます。ハルト君、いらっしゃい。パパ、いい子にしてた？リン、パパはリンがいないとダメだからね。リンね、こんなこと言ってるけど、パパに会えなくて寂しいって泣いてたわよ。そうだったのか、リン。うわ、話して、パパ近い。ハルト君、最近仕事の方はどうだ？いやー、ぼちぼちですね。そうか、嫁がこんなんだと大変だろう。いやー、彩音さんはよくやってくれてます。出来の悪い旦那を一生懸命支えてくれてますから。俺の方こそ彩音さんに迷惑かけっぱなしですよ。本当はそんなことないんだろ。彩音は昔から容量が悪くてダメなんだよ。苦労をかけて悪いな。だからそんなことないですって。お父さん、そういう話はやめましょうよ。義父は妻のことをこうやって、妻が子供の頃から見下していたらしい。だから出会った頃の妻は本当に自分に自信がなかった。今だって妻は下を向いている。ああ、ムカつく。もしかして実家にいる間ずっとこんなことを言われてるのかな。おじいちゃん、ママの悪口言ってるの？おじいちゃんの秘密バラすよ。リンちゃん、それはやめてくれ。内緒って約束したような。じゃあママの悪口言わないって約束して。わかった、約束するから。秘密？リンちゃん、知っちゃったのね。なんでもない。ちょっと俺はパチンコにでも行ってくる。義父はかなり焦っていた。秘密ってなんだろう。娘に問い詰めても言わないし、義母も教えてくれなかった。気になるな。そしてその日、俺は義理実家に泊めてもらうことになった。おい、ハルト君、二人で飲みに行かないか。帰ってきた義父から飲みに誘われた俺。本当は妻と娘と一緒にいたかったけど、義父がどうしてもというので一緒に飲みに行くことに。いやー、さっきも話したけど、彩音はダメだろ。うちの母さんに似てるんだよな。母さんもダメダメでさ。だから彩音さんはよくやってくれてます。お母さんだって家事を全部やってくれてるし、すごい方ですよ。分かってないな。専業主婦が家事をやるのは当たり前なんだよ。それにプラスアルファで何か欲しいんだよ。はあ、俺には分かりませんね。子育てだってしてくれてるし、俺は二人を尊敬してます。そういういい子ちゃんの回答はいらないんだよ。義父はだんだん酔ってきたみたいだ。そういえば俺、義父の酔ったところを見たことないな。お前の態度、さっきからムカつくんだよ。それが義父に対する態度か。失礼があったら謝ります。ただ俺は思ったことを言っただけですから。生意気だな。すると義父はテーブルの上に置いてあったチェイサーの水を俺にかけてきた。何するんです？こんなことされても怒れないなんて情けねえな。別に俺には何したっていいですよ。その代わり、彩音さんやリン、お母さんにこんなことしたら許しませんから。じゃあ俺は先に帰ります。
そして俺はお代を支払って義理実家に帰った。普段からこんなことがあるのか心配になって義母に聞いてみたけど、酒癖が悪いから家ではお酒を禁止にしているそう。妻が子供の時にはいろいろあったんだとか。俺の後に帰ってきた義父はシラフに戻っていたみたいで、俺に必死に謝ってきた。とりあえず許しはしたけど、悪いけどこの義父は好きにはなれないな。翌朝目を覚まして2階の寝室から1階に降りると、いい匂いがした。あ、ハルト、おはよう。今ね、クリームシチュー作ってるの。持って帰って食べてね。ありがとう。やった、あやねのクリームシチューを食べれば平日も頑張れる。もう少しでできるから待っててね。あ、朝ごはんにも食べる？うん、食べたい。パパ、遊ぼう。お、いいぞ、リン。あ、その前にパパ、ちょっとお耳貸して。え？さっきね、おじいちゃんママの悪口言ってたの。約束破ったからリンも約束破る。おじいちゃんの秘密を教えてあげるね。そう言って娘は俺にこそこそ話をしてきた。全然気づかなかった。はい、じゃあパパかくれんぼしよう。パパが鬼ね。おう、俺はしばらく娘とかくれんぼをしていた。俺ばっか鬼なのはきっと気のせいだろう。そしてまた俺が鬼になり、娘を探していると台所に義父が入っていった。気になって俺が様子を見に行くと、おい、何作ってんだ。クリームシチュー。ああ、俺が牛乳アレルギーなの知ってるよな。そんなもん食べたら口の周りが痒くなるんだ。これはハルトさんのために作ってるのよ。嘘だろ、お前俺のこと嫌いだもんな。俺に嫌がらせしようとしたんだよな。違うよ、そんなわけないでしょ。おい、その皿貸せ。え？すると義父はきっと俺の朝ごはん用に持っていたクリームシチューを妻にかけた。何するの？俺に嫌がらせしようとした罰だ。あやねに何してんだ。え、ハルト君、うん、頭が涼しい。うわ、返せ返せ。あやねに何かしたら許さないって言ったよな。俺は義父の頭に乗っていたカツラをむしり取った。するとツルッツルの頭皮が出てきた。娘が言ってた秘密とはこのことだ。たまたまカツラを取るところを娘は目撃したらしい。俺の本体をどうするつもりだ。どうしてやろうか。返せ、離せ。すると義父が俺に掴みかかってきたので、掴んでいたカツラを落としてしまった。パパ、ナイスパス。は？よし、リン、約束は破ったおじいちゃんの秘密を伝えてくるね。どこ行くの？待って、リン。俺の本体。娘は義父のカツラをかぶって外に出た。俺たちは慌てて追いかけたよ。みんな、リンの意地悪おじいちゃんはカツラだよ。見て、こんなのかぶってるの。意地悪で嘘つきなんだよ。そう言って大声を出すリン。朝っぱらから何事かと近所の人が集まってきた。頼む、リンちゃん、やめてくれ。義父はツルッツルの頭皮をむき出しにしながら、必死になってリンの頭からカツラを取ろうとしていたが、リンがあっちこっち逃げ回るから義父はカツラを取ることができず、近所の人はその姿を見て大爆笑。しまいにはお父さん、普段の運動不足がたたってぎっくり腰に。チャンス！そう言うと娘は義理実家に戻り、何かを持って出てきた。何をするんだ。リンがおじいちゃんの頭を可愛くしてあげる。可愛くなればおじいちゃんの心もきっと優しくなるよ。そう言って娘は油性ペンで義父の頭に花や犬、木の絵などを描き始めた。完成。ああ、かなりメルヘンな頭になったな。枯れ木に花が咲くとはまさにこのこと。それを見てまた近所の人が大爆笑。義父は恥ずかしさと痛みで涙目になっていた。その後近所の笑い者になり、プライドをズタズタにされた義父は家から出れなくなった。そんな義父に義母は愛想を尽かし離婚。今義母はうちの近くに住んでいる。義父は60歳で一人暮らしの引きこもりに。家事も全くできないから家の中がすごいことになってるそう。このままだとよくある老人の末路になりそうだ。妻はクリームシチューをかけられたけど怪我をしないで済んだ。それは俺が猫舌だから、妻はシチューを冷ましといたから。猫舌でよかった。そして子供も無事に生まれた。元気な男の子。あやね、頑張ったな。うん、ありがとう。
レン、これからよろしくな。うわ、レン君髪がない。お姉ちゃんが頭を可愛くしてあげる。リン、ストップ。これから俺たち家族の生活はますます楽しくなりそうだ。三人を守る大黒柱として精進していかないとな。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。